雨が降り始めています。楽天生命パーク宮城です。東北楽天ゴールデンイーグルス対北海道日本ハムファイターズのゲームです。解説は里崎智也さん、赤星憲広さんのお二人、実況は三橋大輔でお伝えしていきます。お二人どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。赤星さん、相手がエースということで、これなかなか点を取るのが難しそうですね。まあ、そんなに大量点は望めないと思いますので、序盤からどんな攻撃をしてくるのかちょっと注目したいですね。はい、イーグルス、ここでピッチャーが変わります。4番を迎える場面でマウンドに上がったのは寺岡。さあ、そして打席には中田が入ります。さあ、なおもピンチの場面。向こうの攻撃がいい形になりかけてるんでね、ここできっちり抑えておきたいですね。なるほど、そうですよね。初球から際どいコースをついてきます。これもアウトコース。これで連続の見逃し。引っ張った、高いバウンド、サードゴロ、サード取った、アウト。そのままタッチしてツーアウト。一塁転送はアウト、ダブルプレー。ランナー出ましたがファイターズ得点には至りませんでした。9対6、楽天イーグルスがリードしています。試合を制したのは楽天イーグルスです。壮絶な打ち合い、乱打戦を見事制しています。赤星さん、今日はよく戦ったと言ってもいいんじゃないですかね。まあそうですよね、相手エースを打ち崩しての勝利ですからね、これは価値のある一勝と言えるんじゃないでしょうか。はい、この勝利でさらに勢いがつきそうです。勝ったイーグルス、大きな今日は勝利になりました。一方のファイターズですが、残念ながら敗れてしまいました。ご覧のように今日のゲームはイーグルスが見事勝利を収めています。今日の解説は里崎智也さん、赤星憲広さんのお二人でした。どうもありがとうございました。ありがとうございました。このあたりで楽天生命パーク宮城から失礼します。本日は最後までご観戦誠にありがとうございました。どうぞお帰りの際はお忘れ物のないよう、またお足元にお気をつけてお帰りください。またゴミの分別にもご協力ください。ご観戦